おほ、これは神室町ですね。お、歩いてる、はい、今回の神室町って言ったかな、はい、ってことは88年の設定ですから、これをかなり意識して、まあ、色味とかも、まあ、竜シリーズの中では結構また違う色味を撮ってるんですけど、まあ、これはあのモニターっていうか映像が実機とはまたちょっとね違って見える可能性もあるんで、ちょっと辛いところもあるんですけど、でもあれやこれや、当時の時代感とかもいろいろ検証しながらですね、結構け、まあ、ケバケバしいっていうのは書いてありますけど、まさにそこはあえて意識して、なんだろうな、そのクオリティって意味ではなくて、ちょっと汚らしく見えるぐらいがちょうどいいと思う感じもあるんで、あの頃ってもういろんなルールが違いましたよね。結構ゴミもなんか割と出しっぱなしの、まあなんかこう見るとちょっとゴミが多い目もそこら辺も意識して、そうですね、その方がらしい感じになりますし、また今回結構パンチの強い、まああえて言えば少し男らしい男っぽい骨太なストーリーなんで、まあ、こういう絵柄がそのお話ともちょっと合ってる感じは僕はすごい気に入ってるんですけどね、まあ、まさに昭和ですから、うん、俺らがいるぞってどうしたのみんなリュックしょった手なんかしてましたけど、でもすごい通りがかる女の人もすごいボディコンみたいな格好してたりとか、ね、あのセガの店舗も昔のハイテクランドですね。今あのデザインないんですか、ないんですけどあんまり、そうですね、赤が結構セガとか多かったりとか、はい、もうちょっと変わってますね、うん、あ懐かしき駒、はい、駒劇場、そうだなくなっちゃいましたもんね、はい、の頃もしっかりランドマークとしてありましたし、またパチンコ屋さん の, そのネオンのデザインとかね、そうですね、はい、あの頃は割とこうなんだろうな、景観をしてば損ねるような色味が多かったものも私の中の記憶ではあるんで、色とりどりの、はい、今あの後でまた出てきますとあれですけど、うん、今回キャッチなんかもキャッチの近寄り方とか語りかけてき方のスムーズさみたいなのも相当、はい、違うんですね、プログラム的にはまたそのしつこさとかね、いろいろありますけど、これはちょっとまた違っていて、はい、まあ繁華街もあればこういうちょっとさびれた感じの、うん、まあこれもまた昭和の匂いをさらに強めてくれるようなですね、あーなんかいい、ここにもいろいろなこう、うん、お話や出会いや別れがあって、でも空気感がとにかく今回はまた一段と上がったんじゃないかなと僕は思ってますし、まあ、今そうですね、完成度でまだ直してるところもあるんで、正直言うと90数パーセントぐらいの感じはありますけど、まあ、ちょっとこの辺で一度見ていただきたいなと思ってですね、今回出してみました、はい、いやでもこの雰囲気がなんかコメントでも書いてありますけど、すごく街の雰囲気好きとか、うん、細かいは細かいですね、でも本当 PS4 の時代に入ってくると、あグリコじゃない今じゃないけど、まあこんな感じ、これ今こうやって話しかけられてますけどね、あ本当だ、はい、さりげなく、でまたキャッチが一人諦めるとまた次が スムーズに入ってきて、そうなんだ、はい、まあ、鹿としてもいいですし、話しかけても別に構わないです、まあ、ある程度行くとちょっと諦めてお待ちしております。でも蒼天堀の方があのそんなに雰囲気がガラッとなんか、まあそうですね、でもね細かく見ると、まあ、横に並べてなかなか遊ぶ人いないと思うんですけどでもね、あの地面のこの様子と下水路のあのああいう作りとかってやっぱり当時感が結構出てたりしてですね、あ下水路か、はい、まあまあ、割と今はもうちょっといろんな意味で整理されてるんで、確かにそう言われればそうですね、道の様子とか、まあ、アスファルトは同じでもその色味や汚れ方とかですね、うん、あ食い倒れ人形ちゃんがあって、ね、あ懐かしの食い倒れちゃんが、しかもなんかちょっとぎこちなさをあえて作るみたいな、ね、細かいちゃう細かい仕事してくれてますよね、すごいこの再現率すごいですね、はい、これコラボもちょっとまさに来たなみたいな、大阪行ったことない人もあんまりいないかもしれない、でも行ったことない人でもね、こういうアイコンって知ってますからね、まあ、絶対知ってますよね、はい、あとは川越のこういうニュアンスとかも相当綺麗になってるんで、
あ、キャッチされてる。なんか、まあ、実際キャッチ多いですからね現実に。まあね、なんかその再現もすごいですけど、なんか絡まれ方変わるのかなってちょっとワクワクもありますね。なんかボロつきの人とか漂って歩いてるだけでその空気感みたいなのが出てくるんで、まあ昼は昼、夕方は夕方、まあ夜ないし明け方ないし、その時間の変化とその街の様子の掛け合わせでいうと、いろんな本当に山ほど空気感が出てるんで、楽しいと思いますよ今回は、うん、いやちょっといいですね。こう見てるだけでもちょっと面白い。そうですね、猫がいましたね。あ、猫だあ、すごい NPC の会話が楽しかった、はい。